皆さんこんにちは。桃太郎侍や3匹が切るなどの代表作を持つ高橋英樹さん、元フジテレビアナウンサーで娘の高橋真麻さんとは現在もバラエティ番組で多く共演している仲良し親子です。実は長女の真麻さんが生まれるまでに、元女優で奥様の小林明子さんと高橋さんは3度の流産を経験していました。今回はそんな高橋英樹さんの経歴と奥様との馴れ初めや娘の真麻さんの誕生秘話についてお話ししたいと思います。高橋英樹さんのプロフィール。名前高橋英樹、生年月日1944年2月10日、出身地千葉県木更津市、身長181センチ、血液型 B 型、所属事務所グレープカンパニー、最終学歴日本大学芸術学部中退。高橋英樹さんの経歴。教職者で高校の校長も務めたお父様のもとに生まれた高橋さんは、船橋市立二宮小学校、千葉市立ケミ川小学校、千葉市立緑町中学校を経て私立市川高等学校入学。1961年の高校在学中に日活ニューフェイス第5期として日活株式会社に入社し、同年公開の映画光源氏でデビューしています。翌年には撮影所内の事故で亡くなった赤木啓一郎さんの代役的存在として、デビューから2作品目の真昼の誘拐で主要キャストに加わり、映画激流に生きる男で初の主役を与えられました。その後代表作といえるような作品に当たりませんでしたが、伊豆の踊り子では吉永小百合さんの相手役を務め、この年から男の紋章に始まる男の紋章シリーズなどの任侠映画の主演スターとして活躍するようになります。1971年秋以降は日活が低予算映画制作に路線変更したことをきっかけに、高橋さんは日活を離れ本格的にテレビへ活躍の場を移し、1968年の NHK 大河ドラマ龍馬が行くで土佐勤王党の名手武智半平太で時代劇初出演を果たし、1969年の鞍馬天狗や1970年の旗本退屈男にも主演し、時代劇俳優としての地位を確立します。その後はテレビ舞台を中心に活動し、時代劇だけでなく現代劇作品やバラエティ番組への出演など多くの番組で活躍されています。奥様の明子さんは、そんな高橋さんの奥様は元女優の小林明子さんです。本名は高橋美恵子さんといい、高橋さんと真麻さんが以前所属していたあいうえお企画の取締役をされています。明子さんは1948年4月9日に大阪市西区で生まれ、1969年に東宝の関係者にスカウトを受けてクイズ番組のアシスタントを務めるようになり、1971年からは女優としても活動をするようになりました。その後お二人は1971年にオランダ左近事件帳の撮影現場で出会います。高橋さんは明子さんと出会った時、頭に結婚の文字が浮かんだと語っており、高橋さんの一目惚れがきっかけで、若い頃の高橋さんは遊び人として知られていましたが、明子さんと出会った後は一筋となり猛アタックを仕掛けて交際にこぎつけたのでした。そして明子さんは1973年に芸能界を引退し、高橋さんと1974年3月15日に結婚。高橋さんが30歳、明子さんが25歳の時のことです。雑誌で募集した愛称が大多数の票によってナイスガイに決まるほどのイケメン俳優と美人女優の結婚は
世間を大いに盛り上げました。3度の流産を経て、お二人の間には一人娘の高橋真麻さんが誕生しています。高橋さんが真麻さんを溺愛していることは有名で、真麻さんが独身の頃は、結婚については本人任せです。でもどれを見ても私が気に入るわけはない。と話していました。真麻さんは1981年10月9日に生まれ、2004年にフジテレビにアナウンサーとして入社。2013年にフジテレビを退社した後は、ご両親が取締役を務めるあいうえお企画に入社して、フリーアナウンサーとして活動をしており、プライベートでは2018年に一般男性と結婚し、2020年5月に第一子を出産されています。しかし、高橋さんご夫妻は、真麻さんを授かる前に3度の流産という辛い経験をされています。母体のこともあり、一度は子供を持つことを諦めたそうですが、明子さんが3度目の流産をした際、赤ちゃんが死んじゃった、どうして赤ちゃんは私のところに来ないの、と涙している姿をそばで見て、高橋さんは、できることなら母親というものを味わってもらいたいというのがあった、と妻に幸せを感じてほしいと強く思ったと振り返りました。その後3つの奇跡が起こったそうで、子供を授かるためにコンクリートではなく木造の家を、住んでる家より南の方角に家を探すようにとの助言を受けて実行。その直後に妊娠が判明したそうです。しかし当初お腹の中の赤ちゃんの心音が聞こえず、同じ悲しみを繰り返すことになるのかと落胆したそうですが、高橋さんは医師に、もう一週間だけ待ってほしいと懇願。一週間後の再検査で心音を確認できたといいます。また予定日は10月16日でしたが、4月9日生まれの明子さんが、赤ちゃんとの絆を感じたいと自身と同じ9日に産みたいという願いも届き、真麻さんを10月9日に出産。家、心音、出産日という奇跡が重なっての真麻さんの誕生。どんなことでもこの子のためにしてあげようと、歩き始めたり起き上がったり成長していくその度に幸せを感じたと高橋さんは語りました。高橋さんの借金の噂とは。そんな高橋さんですが、2020年3月放映の午後生で、明子さんに内緒で4000万円の借金があったことを告白。この借金は結婚後にできたものではなく、独身時代の豪遊でできてしまったものでした。番組の共演者からは驚きの声が上がり、借金4000万もあるのに結婚しようってよく言えましたねと言われると、高橋さんは、いや結婚は別じゃないですか、その時が結婚したいなって思った時期で、それまでずっと遊んでたものですから借金も増えてて、でも結婚する時に妻のご両親から、年収はどれくらいあるんでしょうかっていうことは聞かれたんです。でも借金は聞かれてないですから、と言って笑いを誘いました。借金は後輩に食事をおごったりといろいろなことに使っているうちに自然とできてしまったそうで、後で気がつくとゾッとしますと話しました。高橋さんが明子さんに借金のことを打ち明けた際には、あとは私がやりますって、それで奥さんが全部借金を返してくれたと明かし、以降のお金の管理は全て明子さんに任せているそうで、今私はお小遣い制ですと語っていました。そんな高橋さんを真麻さんは、真麻さんですがテレビ番組人生最高レストランに出演した際に、父に言われた人生を変えたという言葉を明かしています。 MC の
極楽とんぼ加藤浩二さんから。どうですか、高橋秀樹さんの家に生まれたってことは。と聞かれると、大変なことも多かったんですけれども、どこに行ってもあの子高橋秀樹の娘らしいよって言われて、自分が頑張って就職活動をして入社してもやっぱりコネだとかブサイクだとか七光だって言われるし、フジテレビのアナウンサーやっててもやっぱり秀樹さんの娘だからっていうのがずっとついて回るし、それでどんどん人に会った時もいつもなんかって顔をしてて負のオーラをまとってると、またオファーが来ない。そうすると今度は出城がないっていう、ずっと負のサイクルに入っていくような感じでしたと語っています。フジテレビ入社 2,3 年目には、この日空いてる女子アナなら誰でもいいですよっていう仕事しか来なくて、という状況で高橋さんに、誰がやってもいいような仕事しか来なくてモチベーションが上がらないんだよねと相談したことがあったといいます。高橋さんからは、誰がやってもいいって思われてる仕事こそ一生懸命やりなさい、そうしたら最初は誰でもいいやって思ってたけど、マーサに頼んでよかったね、じゃあ次もマーサに頼もうってなるからと諭されたそうです。また、耐えろ、乗り越える力を身につけなさいとも言われたそうで、なんでそんな、私はただよしよしとか頑張ってるねって言ってほしいだけなのに、こんな辛い私に追い打ちをかけるように頑張れ負けるなって言うなんてひどいと思ったそうですが、今あるのはあの時に父の言葉があったからかなと思いますと感謝していました。いかがでしたか。高橋さんご夫妻の仲は現在もとてもいい関係を維持しているようで、いい夫婦パートナーオブザイヤー2019の表彰式に出席した時の高橋さんは、趣味は家族と公言しているほどです。ちなみに4000万円の借金は明子さんのやりくりで5年で返済されたそうで、良妻賢母という言葉が番組放送時にはネット上に飛び交いました。これからも仲のいいご家族の姿をテレビなどで見せてほしいですね。